はい。ひとつき回させみずです。えー、上がり続けるね、コロナの感染者、ね、ついでにガソリン価格もね、上がっております。で、こんな中ですね、日経平均がですね、なんかすんげえ下がってる。で、これは、あの、ロシアのウクライナ侵攻っていうのがあってですね、これはすごい問題になってるわけですよ。で、本間さんとね、北京オリンピックでね、あの、すごくね、えー、もし北京オリンピックでオミクロンが拡大してしまったら大変なことになるぞ。 いう話をですね、本間さんとさせていただいておりましたが、ここにロシアのウクライナ侵攻までかかってきて、えー、日経平均、現時点で午前、えーねえー、が終わって、えー、今、ですね、1月25日の12時10分の段階で、あと27円下がったら、ですね、なんと2万6000円台。もう本当に岸田さんっていうのはね、経済ダメにするっつうか、なんか貧乏がみかんというか、なんか服の神みないね。 いやーもう勘弁してくれよということで、えー、本間さんとちょっと北京オリンピックにまつわるですね日本経済、えー、さらなる停滞のリスクという話をしたいなと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやーもう今日疲れてるわなんかちなみにこれ実はあの最初の三十秒が肝心だっていうことで本間さんと撮ったんですけどなぜか私一月を十二月って二回間違えましたテイクスリーなんですよね。 <laughs> うんまあちょっとお疲れなんでしょうはいまあ私元気じゃないんで基本やはりねこうほら正月も終わりに近づいていやーしかしいろいろな疲れがこれでも今、ね、日経平均 27, 27 2万7027、ね、円おお落ちたねだいぶ落ちたね でこれがロイターによると、やっぱりあのアメリカの先物が、ちょっと戦争でどうなるのかわからんと、ロシアの状況が、これの影響を受けてっていうことなんですよ、うん、まあねうーん、ロシアはとにかく撤退するとも、攻撃するとも言っていない。いている で、兵力を増強させているということになると、いつ進行してもおかしくはない。うん、ただ、さすがに、オリンピック期間中はやらないんじゃねえか。うん、ね。まあ、一応、ロシアも北京にほら、あれ、選手団派遣してるし。うんうん、あとさ、オリンピック期間中の不戦なんとかっていうのあるじゃん。うん戦。戦期間とか。なんか東京オリンピックでもやってたじゃん。うんうん、やってた,やった。まあ、あんなのもう全然、聞いてくれないや。もちろん、もちろん、ただのさ。うんうん ただの,あの飾りだけど、うん、でも一応それを多分宣言するだろうから、うん、その間中はやっぱりやらないし、あとやっぱりね、ウクライナ侵攻やってさ、もしこれね、あのいや、ウクライナがそのすごい激しく抵抗して、泥沼とかになっちゃったらさ、うん、オリンピックやってる前かみたいになっちゃうしね。うん、そうするとさ、まあ、あのいくらプーチンでもさ、うん プーチンほら、北京オリンピック行くって言ってた、いや、でも、うん、ー一応、中はアメリカのあのー、国務長官、ブリスケンは、うん、ロシア侵攻のロシア軍のウクライナ侵攻のタイミングが北京オリンピックとは無関係であると<ー>いうふうに警戒しておりますよ。やるときはやると。るとプーチンは怖えよと。 やるときはやるよと。いやーあのちなみにあの最近北朝鮮がミサイルパン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 って上げてるじゃないですか。うん、マッハ十とか五とかって言ってあの極超音速ミサイルって言われてるやつね。うん、あれってロシアの技術なんですよ。ロシアからこう北朝鮮に降ろされたやつを、うん、あのウクライナあたりにこうちょポンってこうあぐらいじゃないえっ、ー、とえっ、ー、とウラジオストクあたりにのあのちょっと沖側にボちャんって落としたのを日本が ね、北朝鮮がミサイル撃った日本の経済的排他水域の外っていうふうに騒いでるやつなんですけどだってロシアが「あのハラシュー!」とかって言いながら北京オリンピックねこうプーチンが見つつですよスマホでポチって押したらロシアのミサイルのスピードマッハ25ですから、うん、こんなのもうちなみにマッハ25ってええー、平壌から東京まで1万2000キロぐらいありますけど3分とかで着弾するね うん <laughs> ちなみにあのトランプからあの押し売りされて安倍晋三が買った戦闘機のスピードは1.6ですからマッハ、まあ、ちなみに25で戦闘機動かしたら人間が潰れて死にますそりゃそうだよね <laughs> そんなものには乗れないはいまあミサイルの速度だからなうんいやでもミサイルの速度こんな速くなかったから今まではうんだってほらあのー、戦闘機のを描いた 映画とかでさ、うん、よくミサイルをこう避けようとするシーンとかあるじゃないですかあるねあるねあんな程度のスピードがいきなり10倍20倍になったんですよこれロシアのやばいじゃんもう、うん、避けられないじゃんうだからもうプーチンがこうやって「はるしゃああ銀メダル取った金メダル取ったポチッとこう飛ばせるってことですよスマホ経由でパチッパチッ <laughs> そうか北京オリンピックとは関係ないんだそう うん、あのだって確かにロシア軍はウクライナあたりに侵攻展開してるけど、うん、そんなもんなんかミサイルも空爆もせずにいきなり突撃するわけないじゃないですかそんな,そない20世紀初頭の戦争じゃないんだからドドドドドドドとかっってまず最初にね、うん、敵の装備をさ、うん、2億発しないといけないから、うん、だからあれじゃないほらジャミングしてあの電子機器全部パーにするとかさ、うん なんかそういう噂もあるもんね。ねうん、うん、だからまあなあもちろんそんなほらオリンピックの不戦不戦条約っていうか不戦状態なんとかなんでまあもちろんただのお,おためごかしなんだけど、うん、それでもまあ北京中国とは友好関係にあるロシアが、うん しかもさ、戦争を始めちまったらさ、うん、まあ、北京オリンピックにプラスになることじゃないよね、どう見たら、うん、マイナスにしかならないよね、うん、やっぱり、どう見たってで。しかもそこにロシア選手団いるわけですよ。うん、まあそういうことを考えると、なんか、ちょっとその頃には、その間に戦争をやるのはちょっとないかなと思ってたが、まあ、でもプーチンだな。 マーク打ちんだねな、うんでって陸続きだからねそんなアバンガルドミサイル極超音速ミサイルとかやらなくてもうん、いらないんまあ普通に昔古いミサイルで全然大丈夫ですよ、うん、あとあれかウラジミールが何かいつやる気になるかどうかかいやもうそれだけちなみにあのロシアの ウクライナ確かあたりに配備されてるミサイルのシステムの名前ねイスカンダルシステムっていうんですよイスカンダルじゃないイスカンデルああ<ー>いや射程距離が700キロぐらい、はい、イスカンダルからもらってきたのイスカンデル <laughs> イスカンダルって15万6000光年だっけ13万6000光年忘れたけど カナダから持ってきたミサイルの射程距離が7 0 0キロだったらダメですイスカンデルから持ってこれるのは宇宙戦艦マトの波動砲ですから <laughs> まああの地球吹き飛ばしますよう,うんあれはもう一撃でねめっ <laughs> ちゃまはあ、そんなまあそれはジョークですけどでもイスカンデルって言うんですよへえ<ー>、うん、だってイスカンダルってさ、うん、なんだっけえー、っともう遠くギリシャ人あの エジプト時代ぐららいからある言葉なんでしょあのアレクサンドロス大王の、うん、えっとまあ異名みたいなもんですねいやだからプーチンからしてみたらこうやってもうスマホで指示できますよペッペッピッってまあできるだろうねであと怖いのがアメリカ軍の艦船っていうのはニュースでいっぱい出てくるんですよ、うん、まあ沖縄だってそうじゃないですか 危機管理全くななってないでしょ、うん、ロシア軍の感染ってニュース出てこないのね。うんでこれ海外のニュース見てもねあんまり出てこないから、うん、なんかそれがちょっと怖いね。ーんスプートニックはオミクロンには全く帰還っていうニュースの方が多い。 <laughs> どちらか、ずっと <laughs>。っていうか、自国民にも信用されてね。ということは何、どうなってんのいや、だから。いっぱい発生してるけど、もう徹底的に秘密にしてんのか、どちらかというと、えー、本気で隔離して守ってるか。うーん。うーん とはロスケはしないんじゃない,いやでもどっちにしろねもしちゃんと感染しないでいるんだったらアメリカ軍とのあの危機管理の感覚感性の違いが強すぎるからちょっと怖いべまあでもねあのロースまあ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 ,まあ,まあ,まあ、まあ、ウクライナ侵攻ネタってね多分、うん、みんなあの そんなにこ,これだけでウクライナ侵攻ネタで50分話してもいいんですけどあの北京オリンピックと日経平均とさらに言うとガソリン価格がどうなるのか。で。ドスンと下りてくるんだよドスンってそれの話題にいきましょううん、うん、いやまずあのガソリン価格については爆上がりしてるんですけど、うん、これにはまあ他にもいろんなもの値上がりしてますよね 2>, うん、2つの要因があるんですよ。1、今、世界中、物不足なんです。なんでかっていうと、コロナのせいで生産能力が落ちてるから。2、えー、通貨の、円の価値が下がっています。これはアベノミクスで、金だけ吸った割に、日本経済が発展しなかったので、円の価値が相対的に下がっています。で、これのせいで、ただでさえ物不足で物価が値上がりしているところに、円安。 が直撃していいますからえらえことなんですよでこれ1ドル116円までいったのが113円とかまでいったんでああなんだかちょっと円高になるんじゃないのって思うかもしれないけど国際決済銀行のビスが発表している実効実質為替レートっていうのがあってこれは何なのかっていうとあのお金ねドル円人民元ユーロ、まあ、いろんなもの のの総合的に判断した円の実力これはあの今1970年代レベルだっていうふうに言われてるんですで日経新聞がもう円安政策やめてくれっていう論調をかなり書いてるんですよお前らのせいだろって思うんだけどでもでも,もう経団連も悲鳴を上げるぐらい円安で困ってるこの2つの要因で今ガソリンも上がりかつ いいろんんな物価が上が上っっていってるんですよでそういう時にトリガー条項をやれば確かに、まあ、トリガー条項っていうのはガソリン税の中の一部を停止するからこれでねあの安くなるんだけどもでもそれをやったとしても円の実力がずっと上がっていくようにならないとこのガソリンっていうのにずっと振り回されるわけですよ。でここに北京オリンピックの えー、失敗私は失敗をどういう定義をしてるかっていうと競技がうまくいか,いかないとかじゃなくって感染拡大を招くことになってしまったら世界の工場の中国が止まるとよりり物価がが値上がりします皆さんが、えー、っと服が欲しいっていう需要が100100に100服欲しいって言っても今100作られててもこれが50しかなかったら相対的に取り合いになるからね世界でそうすると通貨が強い国が強くなるから余計に。 うんううん、だから北京オリンピック経由で、えー、感染が爆発、これは日本のガソリンどころかすべてのものを値上げで、日経平均はさらに爆下がり、アメリカの株価も爆下がり、で中国も崩壊、みんな崩壊、ヒーッてなってるんですけど、そこに、ハラッシャーってプーチンが。 いやめてよ、もうちょっとでもそう考えると、プーチンはまあ、私が今しゃべったようなリスクって絶対考えてるから、うん、本当に嫌な時にちゃんとい嫌な時っていうのは、プーチンにとってはベストタイミングの嫌がらせなポイントなんですよ、これ。そうないやーね、ね本当にもう、プーちゃん。<laughs> ぷーちゃん、ぷー<の>ちゃん怖いね。怖い、あ、怖いよ、元ケージビーだもん。ケージ。あのテレビ番組でさ。あ、そう、それで。ね。あの、なんていうの、視聴者がいっぱい会場に詰まってる。テレビるロシアのね。そう。あなたは昔、人を殺、まあ、あなたは前、人を殺したということを聞いたことあるんですけど。あん 今日はやってないけどみたいな <laughs> そういう回答して平気でしちゃうっていう嘘やろ。それはいつの話なんだ。今日はやってないよ。<laughs> <laughs> マジ怖いよ。本当に怖い。それをさ、即答できちゃうっていうのはすごい、ね。え、うーんとそのつって、えっ、ー、と官僚にこうペーパーされて、うん、え私は本日はやっておりませんとかって答えてるんじゃなくて、あのなんかこうこうパーンって あなたはね、あの一体何人人を殺してきたのか知らないけど、まだ人を殺してるのかっていうふうに、質問されて、今日やってないぞ、いつのことだって、こう、アドリブで答えられる大統領って、すごくないですかいや、やっぱすごいよね。ちょっとしびれちゃう。そここう、ずってい。ドっと笑いが起きるわけよ、まだ見てる。<laughs> ドっと笑いが起きんだそれも怖えな、おい、ちょっとロシアすげえな。ロシアジョークですか、それ。 賢者だからお恐ろしいやってこういう時。に使うなるほど。それ安倍晋三例えるんだったら。公文書改ざんの疑惑があります。森友家計問題で。は官僚の大切な命が失われました。あなたはまた文書改ざんとかやってませんかとかっつったら。あ、今日は改ざんしてないっつった。わはははは,は。でならねえから。こう。ならねでしょ <laughs> ロシアなるんだよ。なんだ。なるなる。 いやそれ引きつってるじゃんはははははってそれそれも混じってるだろうね絶対混じってるでしょ <laughs> いやマジ怖えだいやほんと怖いからうーんルーブルで100億円相当入ったらプーチン万歳って言うわルーブルで100億円相当 <laughs> ものすごい <laughs> まあそうだ、ね、下手すぎすごいよねきっとねいやもうほんとすごいのよだから そういうい国だからさ、うん、であれでしょやっぱりそのほらあのこうやって見てるとさその、ソビエト崩壊によってさ、うん、その、失った衛星国をさ、うん、ゆっくりゆっくり取り戻していこうとしてるのかなっていうふうになんか見えない確かに今ちょっと本間さんうんショックを受けたことがあります。 対ルーブルに対する円おお<う>これ落ちてんのこの20年間ぐらいで円は3分の1になってますねマジねああ<ー> <laughs> そらガソリンも牛肉も高くなるよ ねえそうじゃああれだよなちなみに安倍政権になってからの激しさがばが一番高くってうん半分になってますねうそ、ん、お,お腹痛くなるわけだよ <laughs> そりゃそうで、ね、だってこれロシアから天然ガス買うっていう構想あるじゃないですか LNG 液化天然ガスとかあれ要するに 燃料費2倍になったってことですよ、これ。そうだよね。あ、もう全部安倍が悪い。安倍がー、安倍がーって言われても、安倍がーって言うぞ、俺は。<laughs> <laughs> まあ、そんな中、日経,新日経ビジネスと安倍晋三新連載始めたんですよ。あそう。そう。安倍のミックスが日本を救ったんだ安倍のミックスを続けよう安倍のミックスはペッツァーイとかっていうふうに言ってんのね。書いてんだよ。インタビューじゃないよ、安倍晋三署名記事で。 どうぞ本人は書いい,ない,いや書いてないけど意向がそれだってさまあそうねこれもう強人の域になってきたよ安倍晋三って <laughs> マジでいやでも対ルーブル3分の1とか半分って天然だしだ,だからだからあれだったんだあれ北方領土帰ってこなかったんでいやそりゃそうだよいやほら金いくらを払うとかさ 投資するとか言ってたじゃん、うん、だけどプーチンからすればさだってお前んとこの円の価値なんかお前もう半分ぐらいになっちゃってっじゃねえか半分とか3分の1とかになってるよっていや足元見られたんじゃない結局いやーーもうこんなに下がってるってショック俺普通の人よりかはドル円レートとかいろいろ調べてるけどこれちょっとなールーブルが半分3分の1ってやべえよ ルルーブルは普通見ないからなああしかもルーブルはなん,なんてっていう感じじゃないそうルーブルだったらさなんか円の十分の一ぐらいの価値しかないのかなーなんてぼんやり思ってるけど、うん、ひたひたと迫ってきてるんだルーブルがいい <laughs> あれか ソ連が崩壊してさ、30年。ねえ、うんそれで。それで一気に追いつかれてるよ。そりゃ、ソーーガソリン価格も上がるし、日経平均も下がるって。あショックなのに、なのに安倍晋三は俺がやったことは正しいって言ってるんだろ言ってる,言ってる。 でこれでもう習近平がオミクロン抑えられなくって北京オリンピック爆発したらもう <laughs> オミクロン感染爆発したらもう,もうこんなに安くなった日本へで何をせつ,つんですかいや大丈夫大丈夫ちゃんはやってくれる抑えてくれる抑えてくれるよもう前の動画でも言いましたけどもう習近平は即北京オリンピック中止するか、うん、ねっあーのーもう 完全にコロナを抑えて大成功させるしかないです。なるね。もう彼ならは必ずやってくれるよもうほらバブルから出たやつは一歩でも出たやつはすぐダンって打たれる <laughs> 中で感染が判明した人は人知れず消えるいやそれジャーナリストとか選手とかだったらやばいでしょ。 問題になるってできないってそれは <laughs> いやもうそれをやるのはしゅうちゃんなんだよだからほらテニス選手出てこないじゃんもういやちなみに全豪オープンでホウ・スイさんはどこへっていう T シャツをね着た観客が2人いて、うん、なんかつまみ出されたらしいです <laughs>、まあ、ホウ・スイさんっていうのは、えーうん、ダブルスで優勝したこともあるですねすごいランクの高いテニ、うん、女性テニス選手で えー、中国のねあの副首相かなんかとなんかにまあ「い儀、うん」されてたっていうことをですね中国のツイッターみたいなに書いたすぐそれが消されて行方不明になっちゃった。でいまだに行方不明っていうのさ怖えよな。いやーだってあんだけ騒がれてさ国際的にね。うん でえっとほらあれあの女子テニス連盟世界、うん、世界ワールド女子テニス連盟は、うん、中国での試合全部中止に今してるんだよね。うん、それぐらい大問題になってるのに、うん、結局どこにも出てこないっていうさ、うんうん、そういう国だからさあの今ね北京に入ってる 選手とか関係者、うん、いきなりいなくなってもさ、あ、なんかトイレ行ったらいなくなっちゃったんだよ、ね、<laughs> トイレ行ったらいなくなっちゃった <laughs>。怖すぎるけどな。んか、それとか、うん、あのー、記者はあのー、トイレに行くって言って、女子トイレに入ってったんで逮捕したとか。うん、あいつのせいなの <ん>あいつのせいなんだっつってあいつのせいなそういう、うん、ほらあのー、全てでっち上げでどんどん排除怖いなでもそれでオミクロンを徹底排除するでも,も<し>、ね、それでも防げないとなればもうしょうがないしゅうちゃんはんとして、うんね、どっか新安かどっかにんとして北京には いやいやいやだからそれブリーダッツダメ絶対戦術核 <laughs> 一とつき万冊のフレーズダメ絶対戦術核それダメ決まってるけど <laughs> 戦略核もダメですよ <laughs> <laughs> あの国だからさ何でもあるいやいやそれはないさすがに <laughs> あの国だからっていうのそれはないあないかない でもそれはほら北京とかだからないんだよ。あのもっとほらどっか奥地のさ。いやだからそんなところでコロナ感染爆発したら普通に封鎖したらいいだけだから。だからもうマジで危険なのよ今。世界経済が崩壊するかどうかの危機なのよ北京オリンピックって。だからね、それを認識している。 メディアがほとんどないと思います。うん。ないだろうな。<laughs> まあ、と思っていても書きたくないだろうしまあ、いや,いやいや、そうなんうん。そうなんや,や。これさ、またさ、笑っちゃうけどさ。ああその、まあ、もう、えっ、ー、と、開幕まであと1週間ぐらいうなうん。うんと、2月の4日からだったかな。うん。 2月の4日からだからさ。うん、だからまああと1週間と、あと10日後ぐらい。うん、なんだが、これはほら、東京オリンピックの時のことを思い出すと、例えば海外選手や選手村でこんなことやってますと。うん、いろんなニュースが流れてた。うん、あとツイッターとかでさ、うん、海外選手は自ら発信してた。うん、北京オリンピックは何もない。何 <laughs> も発信もない。はあ、ほとんどない。なるほど。 うんすごい、いったい本当にオリンピックやるのかどうかって、あし日オリンピック本当に開幕するのかどうかすらわからんみたいな、うん、すごいよね、でもまあ一応、ほら、日本からの選手団とか、何人だったっけな、うん、2、300人だったかな、うん、行くっていうとかは出てるけど、うんうん、まだあの中国に行ってないし、ね。うん これさ日本東京オリンピックの時もこれホストタウンってあったじゃん。あったね。あの事前にさ、うん、行って行っていろんな街とか村でキャンプ張ってで事前練習してから入るっていうねやったでしょ。でもそれがやっぱり、うん、まあ全国で500か所ぐらい登録したんだけど100か所以上がキャンセルしたわけよ。 えー、その選手の健康が保てない、うん、またはその町とか町民なんかとも触れ合いができない、うん、え中国もそういうはあったはずなんだけどさそういやそうだね、うんまあ、もちろん全部中心だったと思うんだ、うん、中国ん。そういうのも全部中心になり、うん、ものすごい厳格なバブル方式になり もう記者なんかはそんな前北京の,あの街に行って飲んでくれようかなんて言ったら本当に射殺されるからさ、うん、一歩も出ないっていう感じじゃない、うん、ニュースもほとんど出てこないっていうさ、うん、<laughs> 一体これは <laughs> えっとオリンピックなのこれっていう、うん、ぐらいまあ限界態勢なことは間違いないよね、うん、でほらあの写真に写ってるさ かかりあの中国側の係官ってみんなこれじゃん、うん、防護服着てるね防護服頭からかぶって「シュコシュコ」しこしこって言いながらやってるでしょ SF 映画なのかっていうさいやもう何でもいいからもうとにかくうん防御してもう感染拡大させないでもう習近平 頑張ってほしい、うん、まあ一番手っ取り早いのはやっぱりオリンピックも中止にして他国から誰も入ってこないいいようにするのは本当は一番いいだから安倍晋三が延期とか言わずに世界公衆衛生の危機だっていうふうに言ってオリンピック中止で北京オリンピックにも声をかけてこれはいかんとっていうふうに言ったら向こうのメンツも立ったし中止にしやすかったのにさもう。 それはまあ安倍にそんな頭あるわけないかなまあないんだけどないのは知ってるんだけどそれのせいで大迷惑をう無理そうですよこれ <laughs> いやまずやばいよねこれねいやしかも多分安倍晋三そういうリスクが今世界経済にあるって知らないと思うまだ簡単に言っちゃえばさ、うん、あーだから今今だ今今例えば まあ、東京オリンピックも緊急事態下でやったんだけれども、うん、それはオリンピック開催期間中に緊急事態になったんであって、うん、その直前ま,までは、まああのほら、マンボウだったわけだよね、その時に、一応、ほら、もう、さっきも言ったけど、ホストタウンとかで、続々とほら、世界中から人がいっぱい集まって。うんうん いろいろ中国でもあっちこっちでポッツンポッツンってこう発生しちゃったたい、うん、一生懸命こうなんだっけうん、うん、海賊ゲームじゃなくてなんだっけうん、うん、頭もぐらたたきバンバンやって、うん、それでも北京ではやっぱり感染者が出てる出てるね出てるよね出てるそれなのにさらに海外から選手や関係者をこの時期に入れるっていう暴挙 まあ普通なら暴挙だよ、うん、本当は中止にするのが一番いい。な本当に中止してほしい。だってさ、北京オリンピックのさ、あのー、要するに雪が必要なところ、ロケット弾打ち込んで、るとこなんか雪を作ってるって言ってたそうそうそう、うん、人工雪を降らせないさ、うん、できないん で、それだってさ、北京からさ、車で何時間もかかるようなとこだし、だしさ、そんなことするんだったらもう,いもうやめちゃえばいいじゃねえかって、うんまあ多分、共産党の中にもそういう意見は絶対あると思うけどね、危険だからもうやめちゃおうよっていうさ、うん、あると思うんだ。それか面倒だから。 いやいやだからないって <laughs> やけくそだそれいやあの国はなやけくそになったことが何回もあるからさ <laughs> まあそうだ <laughs> 確かに歴史上さかなりなやけくそなことやってるだろ <laughs> まあそうでだからさだから俺はこれ持って言ってんのはさあの国だからっていうね ちなみに、あの、長消し向市っていうところらしいんですけどね、河北省の、うん。あの、ロケット弾打ち込んで雪降らしてるところうん。これは北京から車でだいたい3時間ぐらいかかりますね、200キロ以上離れてるので、うん、そこにわざわざあのロケット弾打ち込んでて、井戸的には津軽海峡あたりですね、井戸系の。はあ。うん、いや、まあ、雪降るっちゃ降るな。うん でも雪がないんだよね、うん、雪がないから雪降らしをやってるっていうか、うん、でしかもさそんなところでやんのに北京オリンピックって呼んでるっていうところがさ <laughs> 北京オリンピックじゃねえじゃんそれ確かに河北省オリンピックだだよね長期港オリンピック、うん、これ東京から2 0 0キロ北に行ったところってどれぐらいかね200キロ まあ少なくとも山形とかじゃないかしら。福島、山形、入るよ仙台。うん、だから盛岡オリンピックなのに、東京オリンピックって言ってるようなもんだよね、これ。そうよ、そうよ。全然北京オリンピックじゃまあもちろん北京市内で開かれる競技もあるんだよね。だからスピードスケートとか。うん ないうものは北京市内で開かれる。うん、だから、まあ、全部嘘だってわけではないけど、うん、それにしても冬のオリンピックの代表格って言ったあのほらジャンプ、バカーンつってねあのジャンプあるでしょ。うん、あれとかさ、なんかこうノルディックでこうやって円やこらやるやつとかさ、うんうん、あれはやっぱりああいう山の方でしかできないからね。うん、うん ああいうところでさ、うん、で、でそうそうそ、うそれでさ、今のところ中国、中国はほら、一般客、一般客にはチケット売らない、要するに、無観客、でも、無観客とも言ってないんだよ、ねうん、中国政府が招待した人間だけでやるって、うん、この招待客っていうのは、一体本当、どれぐらい入れる気なのか。うん だってさ、招待客だけだって言ったってさ。中国す、中国的なスケールで言ったらさ。百万人単位になるかもね。うん、ね、<laughs> 何万人単位って考えるのが、まあ、普通じゃない?うん。中国的スケールで言う、うん。まあ、百万はちょっと私言い過ぎたかもしれないけど。万まあ、何万人。何十万下手するといくかもしれないレベルだな。やっぱね、おかしくないね。うん、そうするとさ、それって大丈夫なのって、やっぱり。 ちょっと不安になるよね。うん。うん。わざわざそんなことすんのみたいなさ。うん、だから俺がほら言ってたでしょ。冗談でさ。うん、会場が寂しいからさ、しょうがねえからそういう時は人民解放軍入れるんだよって、結局。まあ言ってた人民解放軍だったらさ、その兵士が何本倒れたってさ、うん、代わりはいくらでもいるわけじゃない、うん。うん 倒れた倒れたあっちで倒れたこっちで倒れたってすぐおじゅう、うんそして驚きのもしかしてあれあれがあったりしてあのー、ほら開会式とかさ、うん、今のところほら無観客無観客とか招待客だけ、うん、招待客は人民解放軍で全部埋めて、うん、巨大な北朝鮮ばりのこのほら絵文字うわっつって ないと思うけど <laughs> ないよな今どき <laughs> まああとあのー、なんかあれだって言ってたね、あのー、演出の総監督ほら映画監督の中国のね、うんうん、演出の総監督があのー、あと、うん、人数に頼った演出はやらないって言ってたおお<ー> <laughs> やんねえのかって,って。 ちゃんいいもんさんね。あ,あ、そうそうそう,そう。うん、有名なね。すごい有名な人ですよ。おお、ガーゼなおみとはちょっと比べ物にならないぐらい,、ねい,ま、いの予算も比べ物にならないけど。<laughs> <laughs> あれ彼あれだっけ？三国志も彼だっけ？えっとね、いろんなの作ってますけど、レッドクリフは作ってないな。なんだっけ？ちゃ、うんいいもはなんだ？ちゃんいはどちらかというと世界で認められ始めたのはヒーローっていう。 あの映画があってあ<ー>すっごい映像美であのー、やつなんですよ中国の2002年公開のやつね、うん、俺なんか見た始皇帝のあの暗殺を描いたやつですお<ー>、うん、あとはまあグレートウォールああ見た見た見た、うん、あのこ、あのー、怪獣が染めてくるやつ、ね、そう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  あれはまあアメリカと共同制作なんでちょっとお笑い映画っぽい感じもありますけどねそうそうそう,そう、うん、まあでもヒーローはかなりよくできた映画だったよそうかこれ見,あの見たいなこれ見てないななぜだ、まあ、三国志ネタで言うと「あの短期千里を走る」あ<ー>「あの関羽が曹操に仕えていたところから あの劉備のもとに走るときにバッサバッサとこうぶった切りながら行った時ですあ,<ー>あれあそこ渋いシーンを映画化するのしかし <laughs> <laughs> その彼があれなんだねうんチャイモが<ー>ええー、五輪北京五輪らしいね,ね、うん、の、えー、総監督だ、ねうん、そうそうそね でえー、東京オリンピックの総監督は誰だったんだっけ誰 <laughs> でしたなんかやめたよね。<laughs> もう、なんか何人もやめてるかわかんねえや。そうなのよ。そうなのよ。だから結局、東京オリンピックの開閉会式の総監督っていないんだよ。うん、あっ、そうなんだ。うん、そして誰もいなくなるんじゃないそう、だから佐々木監督とかやめちゃったからさ。うん、っていうね。 あちゃうちゃう。俺がね、俺が見たすごくいいと思ったのは、初恋の来た道っていうね。これいい映画なんだ。そうなんだ。貧しい、貧しい、中国の本当に貧しい村にね、そう、お嫁さんがやってくるっていうね。結構古いやつですよね。いや、めっちゃ、えまあ、でも、もう、にそのコロ、コいドコが 有名になる前ですよ。ああそうかもね。うん、99年、うん。90年代でしょそれ。うんこれいい映画だよ。どうなんだ。最高。うん素晴らしい。もう本当これはすごいと思っうん。まあちゃんにもいくら褒め称えても、まあ、あれだけど、チャイもバンザーイって言ったらあの北京オリンピックのあの候補に手伝ったってことで <laughs> 人民元入ってこないですかね。 いや、それだったらいくらでも話はするけど、うん、あとまあ、怖い映画で赤いコリアンっていうのもね、<laughs> 彼のデビュー作だね。えっと人、対人民元は、どれぐらいになってるのかな、うん、あ、もう見たくない。見たくない。ねうんあ,あ。 ーまあだからさ、まあ、まあでも習ちゃん何んとかしてくれるだろうあってんとかするだろうなん <laughs> とかしてくれるといいんだけどねオミクロンさ <laughs> でも <laughs> 北京オリンピックだけじゃなくて旧正月の大移動があるからさそ <laughs> そうそう,そう,そうお盆とね <laughs> 正月が一緒に来たぐらいの国内大移動ですよ <laughs>、うん、そうでだからあれでしょえー、っと 移動すんなっていう命令も出してるんだろだて。まあ、そうだけど。それやると。不満がたまる。うん。うん、プラソいやー、これ北京なあ。やっぱり最後は。ん。それ。ない。ないです。 そうななんだよなこれやっちゃうとな他の人間もとばっちり食うからな、うん、あれか中国の必殺兵器何があるのあのー、コロナに感染している人間だけが死ぬなんかこうなんとか電磁なんとかなんとかミサイル無理ですもはやねあのー、世界経済崩壊の北京オリンピックリスクは ブラックジョークでも乗り越えられない、うん、もはやとんでもないところまで来ましたよ<ー>いやもうマジでガソリン200円とかトリガージョークをつけてやっと190円とか十分あり得るぐらいだよなおこいつはやべえべああこれのさ 直接の原因要因では原因ではないが、因、うん、はやっぱりアベノミクスなんだろう、これ。アベノクソミクスですよ。だよね。うん、これやっぱり国会じゃそういう話したほうがいいよな。ただね、この私の言ってる意見って、あのお大衆にとっては不人気なんですよ。うん、どういうことかっていうと。 最終にとって人気があるのは、アベノミクスによって大企業が得をした。内部留保が増えた。株価は爆上がり、それに比べて庶民の暮らしは貧しくなるばかり許すなー。うん、これ人気あるんだよ。言っ、うん、てね,ね。だけど、アベノミクスは日本の円をあのの実力を下げて大企業もダメにして、ついでに庶民もダメにして。 えー、円がボロボロですっていうとですね、うん、なんか嫌じゃないですか、うん、ああまあまあでも、うん、だから国会でそれを追及すると、まあ、あのー、2期なくなると思いますその議員はうん、うん、だけど言った方がいいと思うよ足立と,か足立とかにやってもらう <laughs> そうね 維新が言うんだったら勢いあるからいいかもしれない。でしょうん。あの辺り新のミックス、<あ>次は。嫌 <laughs> だなぁ。ああ、何でもミックスつければいいや、ね。早 <laughs> 苗のミックスとかも言うてたからな。<laughs> 気持ち悪いから、うん、本当に。ああ。 まあちゅうわけで、残念ながら、その北京オリンピックから、まあ、だからその、縁因を作ったのは間違いなくアベノミックスですよ。だよね。うん、本当要するにもう足腰弱くしちゃったもんだからさ、そうこういう時にもう、本当に耐えられない、うん、ってことだよね、<う>結局ね。 あれだけ金吸ったんだったら足腰強くできる方向にしたらよかったのに足腰全然強くならなかった金の使い方のダメさ加減それがアベノミックスですよそういうことやないやーすごいなー本当んにもうだだからせめてそれにとどめ刺されないためにも 中国がオミクロンを防いでくれるしかないんです。それか、北京オリンピック中心にするか、それ世界にいいメッセージになりますよ。今ね、北京オリンピックやってる場合じゃないんだと。世界で一致団結して、オミクロン、コロナを抑え込もうじゃないかって習近平言ったらさ、偉いじゃん。うん。全然偉いよね。うん。全然やめちゃえばいいだけの話です。うん 誰も困りゃしない、うんうん。全く困らない。うん、誰も何も困らない。選手もさ、ほっとすると思うよ。フーですよ。ええ。あ選手がね、どうしてもやんなきゃって思うのはさ、うん、そこでオリンピックやるからなんだよ。うん、オリンピックやめたって言われればさ、あそっか、ラッキーってなるんじゃない、うん、そんなの、別にさ。 こういう状況だと、うん、あれ選手だって嫌だだと思うよだってあの周り全員完全防御のさ、うん、あのデススターにまで乗っかってるみたいなさなんかあのあれなんだっけなんていうんだっけあの兵隊白い兵隊あのなんトルーパーねあトルーパーねうん、うん、トルーパーパみたいな連中が周り囲んでてさ <laughs>、まあ自分だけ生身ってさ逆に言うとなんか怖くないトルーパーはよろいだけど。<laughs> まあ,あの防護服着てる人たちねもうバーッて僕何千人と僕いる中で自分だけランニングシャツ着てる人興味なだけさ逆に怖くないかそれいやーちょ怖いねえ、うん、ちょっと俺も不安になるよでそんでえー、っと PCR 検査ね喉でやるのはあの喉とか鼻でやるのはねちょっと精度が低いとえじゃあ何やればいいんですか肛門 PCR だっつって,っていやいやいや,いやちょっともうこんな感じでは ちょっとお尻が <laughs> それさだからさ <laughs> 選手も嫌がってると思うから、うん、そうだよしゅうちゃんもさもう選手も嫌がってるみたいだからやめましたって言えばいいじゃん、うんうん、ちなみに私は毎朝肛門 PCR してましたしゅうちゃんが発表するってあるいは私の周りは全員肛門 PCR だっつって。 よしこれからじゃあその私の側きはみんなそうやって毎朝肛門 PCR してるからこれから肛門兵と呼んでいやちょっと肛門 PCR すぎて <laughs> お尻ちょっと地味になって赤くなっちゃったっていう意味でちゃんと赤っていう字使ってあげましょうよなるほどじゃあ赤いもんのうん。うそ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 そう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  <laughs> それもっもとやばい感じがするな <laughs> いいじゃないですかこれこ,こんだけあれしたんだからあの中国持ち上げたんだからさ今日夕方あたり中国大使館から清水さんとこ電話かかってこないかかってきて人民元あげるからって、うんうん、ちなみにあのー、えっと本間さんが言った赤色の肛門兵っていうのは あのー、文化大革命の時に毛沢東がやった孝英兵というのがいましてですね<あ>これのあの、えー、ギャグだからねっていうのをちょっとあの説明しておかないと <laughs> ちょっとあのそういう歴史的背景を踏まえ中国共産党といえば紅の赤色である。そうね でそれをあの肛門 PCR しすぎたらお尻が地になって赤くなっちゃうでそれを鉄壁それがそれこそが習近平の感染防御をしている鉄壁の門であるとくれないの門の兵隊肛門兵というギャグなんですよっていうところをちょっと説明しておかないとだから単に馬鹿にしてるだけにとらわれたらこうあの非常に問題があります。 ね、ちっはいじゃあ説明をあ深いでしょうだからい深い話、ひとつき万冊は、うん、もうバカみたいな話をしているように見せかけて、深い知識と読書料に基づいた、大変ね、知識深いユーモアを言ってるんですよ。うん、まあでもギャグとして、うん、あの説明しなきゃだめなギャグっていうのは、ですねだめ、えー、なギャグですよ、関西人としては。ダメだで <laughs> まあね深い話なのか深いなのか。不 <laughs> いですよ、もう怖いよ、とにかく。もうちょっとで旧正月が始まって、北京オリンピック2月4日からだったかな、北京オリンピック。開会式。うん、ちょっと待ってくださいね。2月4日か。やめちゃえばいいじゃん。やめちゃってくれよ、ね、<laughs> 無理してやる必要ないよ。うん、あ、でもさ。 あの国はほら、オリンピックが赤字とか黒字,赤字か黒字かとか、そういう判断基準もないからさ、うん、国家のメンツ、うん、これを保てるかどうかが判断の材料だからね。ねえ、おっちゃん。だからだめなんだっていうか、彭帥さん、どこ行ったんだろうね、本当に。彭帥、ね、さん、どこ行ったんでしょう。 いうところもなん監禁されてるんでしょうにまあそうだろうな<何>まあそんなわけでねあのー、ガソリン価格物価上昇こういうものに北京オリンピックはさらに火をつけプーチン大統領のこのアバンガルドミサイルチチッやるだけで怖いななんで とりあえず1人で2月4日から始まる北京オリンピックビクビクしたくないので皆さんに恐怖のお裾分けということで番組を撮りました <laughs> でねこのオリンピックのね問題については本間さんの東京五輪の滞在を見ればわかるのでぜひ買ってね応援をしてほしいなというふうに思いますまあ本当にオリンピックという存在自体が問題であるということがよーくわかりますのでぜひ買ってほしいし えー、本間さんを応援したいという人は東京五輪の滞在一月万冊特別バージョン一万一千なんですけども。サインと。うん、ね、動画がついておりますので。はい。ぜひ、買ってください。よろしくお願いします。そんなわけで、今日も読書、チャンネル登録といいね。よろしく、それでは。バイバーイ。おうちゃんバイバイ。バイバーイ。おうちゃんバイバイ。<た>あ<ー>。にゃに。<laughs>